教育再生実行会議は第2次安倍内閣における教育提言を行う指摘諮問機関である2013年1月に発足した。第1次安倍内閣時に設置された教育再生会議は2007年の安倍晋三の首相退陣後求心力を失った。安倍の首相復帰に際して設置された党会議は事実上の再生会議の復活とみなされている。 2015年10月に有識者の総入れ替えを行った。これは発足当初の有識者委員に、下村博文文部科学大臣兼教育再生担当大臣が政治献金を受けている塾の経営者がいたこと、下村は当該委員が就任する前に寄付は全額返納したとしていたにもかかわらず、翌年にも当該委員から寄付を受けていたことが発覚した。 ことなどが関係しているとみられる。現在はいじめ問題、道徳の強化化、体罰の問題などが検討されている。2015年10月5日までの有識者、Q&A、安倍政権の教育再生実行会議って共同通信社 47newshttp://www.47news.jp:/47to-pic:/e/238069.php2013 年2月28日閲覧 AB 教育再生実行会議メンバーからの献金も塾業界と癒着する。 下村大臣週刊金曜日ニュース2013年2月20日配信下村文科省進学塾から多額献金教育再生事項会議のメンバー企業も引く新聞赤旗2013年1月21日下村市団体に NPO 献金と政治資金報告書賛成堂からも東京新聞2015年11月19日有刊時論公論 安倍流のいじめ対策は、いじめの問題等への対応について文部科学省、動画チャンネル、下村文部科学大臣会見 YouTube より、下村博文文部科学大臣記者会見録、文部科学省 ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.mext.go.jp スラッシュ b メニュー、大臣、ディテール、 1329,568HTM 2014年3月6日閲覧。ありがとうございます。